キンプリ、平野騎士神宮寺、脱退、の4日後に起き大変。ファン、卒業宣言多発、の裏側。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月22日に平野市要26、神宮寺勇太25、岸優太27が脱退し、23日から長瀬恋24と高橋海人24による新世紀 NG& ピンス、金プリがスタートした。平野たちの脱退から4日後の5月26日は、5年前に金プリファンが、ティアラ、と命名されたティアラ誕生日。 二人体制となった新生キンプリは、午後5時26分、公式ツイッターとインスタグラムを同時更新し、メッセージを綴ったが、ティアラの胸中には様々な思いが巨来しているようだ。新生キンプリは、5歳のお誕生日おめでとう。ティアラ何気ない毎日が宝物だなって誕生日3日違いなんだ、ね。とか言ってみたり、本当におめでとう。 と、金プリの誕生日は23日であることを示唆しながらティアラを祝福。この言葉に対し、絶対幸せな年にしようね。6歳も7歳も一緒にお祝いしていこう、ね。といった反応が数多く寄せられているが一方でこの日を境にティアラを卒業する人がいるのも事実なのだ。 2018年5月23日に CD デビューしたキンプリは、同年5月26日にデビュー曲、シンデレラガールの発売記念イベントをお台場のイベントスペースで開催し、そこでティアラは誕生した。女性編集者が振り返る。デビュー当時のメンバーで2021年3月末で退場した岩橋玄樹さん26がロゴマークを指しながらの上に王冠あるじゃないですか。アーカ。 違う言い方をすると、ティアラなのでと切り出すと、5月26日はティアラの誕生日です。おめでとうございますとファンに向かって拍手したんです。ファンの間では国民やシンデレラといった呼び名があったため、驚きの声もありましたが、多くのファンはティアラという可愛らしい呼び方を素直に喜びました。その後、すっかり定着したティアラの名とティアラの誕生日。 5月26日は金プリファンにとっては特別な日なのだ。近くティアラ誕生日に卒業宣言も、SNS 上では感動誌のバトルも勃発、前での女性編集者が金プリが5人だった昨年の5月26日を振り返る。昨年も金プリは公式 SNS でティアラ誕生日を祝いました。午後5時26分に更新したツイッターでは、 ケーキやハートの絵文字とともに、ハッピーバースデーティアラ、今日は大切なティアラ4歳の誕生日、みんなと幸せに、そういう思いでやっていきます。ティアラ誕生日、本当におめでとう。と温かいメッセージを記していた。またその後、ティアラへの誕生日プレゼントとして、ナナナ,ナ、ダンスプラクティス動画を YouTube で公開。インスタグラムでも同様のメッセージとともに、 ティアラと共に駆け抜けた初めてのドームツアー初日の本番2分前の写真というレアショットを公開し、ファンを喜ばせたものです。そんなティアラの誕生日だが、今年は二人体制で迎えた初のティアラの誕生日。SNS には、ティアラになれたことは私の誇り、といった決意が寄せられる一方、ティアラからの卒業を明かす声も少なくない。 私もティアラは卒業しますがもちろん二人のことはずっと応援しています。今後は平野仕様を全力ですためにティアラは一旦卒業することにしました。二人に対して感謝とお別れを綴った上での卒業宣言がある一方で、私は KP、金プリが大好きだけど5人の KP が大好きであって、二人の KP には正直魅力を感じなくて、 などと、ネガティブな内容のコメントも。そして、そういった投稿に対しては、ティアラ卒業するんであればいちいち SNS で二人に向かって言う必要ないと思うし、言うべきやない、という声が上がるなど、一部ファンの間では荒れ模様なのだ。四角二人の金プリに、五人のわちやわちゃ感がなくて辛かった、の声も、 ティアラ卒業宣言をするファンが急増している背景には、やはり、二人体制での再スタートが関係している。5月23日、金プリ5周年を祝した生配信が、公式インスタグラムや YouTube チャンネルで行われた。視聴者数は計60万人以上を突破。大反響だったように見えるが、ファンの共中は複雑だった。エンタメシライターが言う。 二人は和やかで、笑顔。彼らのこれからを期待させるものでした。ただ、当たり前ですが、五人時代の雰囲気がそこにないことを突きつけたのも確かです。例えば長瀬さんが好きでも、五人の中にいる長瀬さんが好きというファンは多い。実際、配信では、五人のわちやわちゃ感がなくて辛かった、やっぱ金プリはあの五人、といったコメントも多く寄せられていました。 事情は理解しているつもりでも、寂しさが消えるわけではありませんよね。この日は、の上にある王冠の先端がんつからごつに枝分かれした新しいロゴの意味も説明されたた。高橋さんはその変化について今まで王冠だったのがティアラになっていると、説明。加えて一緒にこれからも、どうぞ何とぞですと挨拶をしました。体制は変わっても、 ファンへの思いは変わりないという意思表示でしょう。全道ツイッターには、大好きだったティアラという、愛称名前通りティアラとして過ごした5年間はキラキラしていたし522で卒業した今でも宝物です。ゲンジュ君がつけてくれた素敵なお名前をこれからも大切にしていきます。ゲンティアラの方もティアラを卒業された方もみんなで幸せになりましょう。 と、卒業してもしなくても、大切な日であることに変わりはないという声もある。2023年5月22日で、一度シンデレラの魔法が解けたティアラは多いようだ。キンプリ継続組と脱退組がそれぞれ異なる道を歩み出したように、ファンにとっても、今後、5月26日のティアラ誕生日は、また新たな意味を持つ日になっていきそうだ。 近く、かわいいの大渋滞、流瀬高橋が青空の下で見せた最高すぎる笑顔笑顔。サングラス姿もバッチリ。5月26日はティアラの誕生日おめでとう。